皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回の問題、元の英文とほぼ同じ内容を表すように空所に単語を入れなさいと、こういう問題です。元の文章、 This pencil is longer than that one. This pencil is longer than that one. この鉛筆はあの鉛筆よりも長いという文章ですね。これを同じ内容を表す2つの文章、ね、考えますね。まず1は、 That pencil is 空欄が1つ than this one。 That pencil is 空欄で than this one。 あの鉛筆が今度は前に来ています。で、この鉛筆が後ろですね。2番、 That pencil is not、 空欄3つですね。そして this one、 That pencil is not で空欄3つで this one、 こうなっています。これ not があるから、これそのまま否定すればいいんじゃないかなと考えると、 That pencil is not longer than this one になっちゃうんで、空欄2つしか埋まらない。ですから別の考え方で何が入るか考えなくてはいけませんよね。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったら、もう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。元の文章、 This pencil is longer than that one。 この鉛筆はあの鉛筆よりも長い。あの鉛筆が四国に来たら、あの鉛筆とこの鉛筆比べたら、あの鉛筆の方が短いんですよね。ですから1番は、 That pencil is shorter、 ショート、短いというのの比較級、 shorter than this one。 That pencil is shorter than this one。 このようになりますね。あの鉛筆はこの鉛筆より短いと。2番、これは As long as を使います。 As long as、 コーデムの中では同じくらいの長さ、こうなりましたけれど、 not がつくと not as long as、ね、何々ほど長くない、つまり短いということを表しますよね。ですから That pencil is not as long as this one、ね、That pencil is not as long as this one。 あの鉛筆はこの鉛筆ほど長くないと、同じ内容を表していますよね。これが正解になります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。